はい、どんな感じ？パサパサ、うん、あ、そうだ、これをそうだね、はい、じゃあそれがそっちで、はい、じゃあ火つけてはい、何度になりましたか？65度です。じゃあそれは、はい、はい、ではレモンをカット、はい、はい、半分に。火消しちゃったんですか？スライスじゃないよ、火はね、保った方がいいかもしれない、温度下がっちゃうんで、はい、じゃあそれで見せて、あ、違う絶対見れると場所変わる、はい、出なさそう、こっち見せて、レモンだよっていうのが分かるそういいよね、変わってるね、確かに壁面、うん、もうちょっと入れて、もう一個あるからもう一回使っちゃおうか、はい、うん、ありますね、はい、きつなかったんだよ。いや、ちょっと、お前、お前そう、ああ見事にゲル化したのが取りたかったんだけどな。おお、すげえ、待てっつったじゃんやり直し、重力もういい、これいこう。じゃあちょっと、割り箸はもういいよね、してました、はい、熱くないですか？熱いです。熱いか、やけどしそうだと、ちょっとだー、あー、すごい、どうだ、熱い、熱いか、素手じゃちょっと無理、ちょっとやってみますよ、うん、熱いのって無理しないでね、熱いです、冷めてからやればいい、冷めてからやればいい、あ、そっか、後で止めるこれ感動が大事なんだよ。あ、ふかふかしてるよね。あ、多分これは結構美味しいと思うよ。これはこれで美味しい。多分あの野菜、あのサラダなんかに乗っけるとね。はい、いいですよ。包んで。もう熱くないですか？あ、大丈夫です。はい、じゃあ絞って。ギュッ。はい。どんな感じ？パサパサ、うん、すごい、そっちの器に なんとか移して、うん、です、あ、いい感じ、じゃあ布はこっちで、じゃあ割り箸ちょっとつついてみて、杏仁豆腐みたいな感じだったらやだな、どんな感じですか？すごい、なんかふわふわしてる、すごい、なんかホロホロほぐれんのかと思った、俺もそう思った、あ、え、